ここからはメイキング動画となります。いつも最初は1枚のスケッチから始まるんですけれども、この絵は私がちょっと手帳に書いてあったもので、今回の作品のイメージを最初にアウトプットしたものですね。カオちゃんとクリスダ君が外で焚き火のそばでお茶を飲んでいるというシーンを描いています。で、焚き火は LED のキャンドルライトの周りにこう枝とかを貼り付けて、それっぽく手作りしようと思っていました。森はキノコの森ですねの時に使ったふさふさのグリーンモスを使おうと思っていました。こちらは、焚き火の下に敷いている天然石です。これは本物の天然石を使っています。私はクリスタルヒーリングセラピストでもあるので、こちらの置いた石はきちんと意味があって、これらの石っていうのはグラウンディングといって、大地、地球とつながるどっしりとしたエネルギーの石たちです。それを大地の、グリーンモスに置いて、ちょっとパワフルなアウトドアな感じを表現しています。はい、で、焚き火はこの LED キャンドルが土台となっています。後ろにね、枝が見えていると思うんですけれども、この枝をですね、キャンドルの周りにボンドで貼り付けていきました。これは結構時間かかったかな。ちょっとアマプラで海外ドラマを見ながら、楽しく制作しました。結構、簡単でした。はい。で、これが、出来上がった焚き火なんですけれども、これね、ライトをつけると、中で、こう、ゆらゆらっと炎が揺れているような表現になっています。同じく枝をボンドで貼り付けて、 Y 字の支えを2本同じくらいの高さで作っています。この Y 字の支えに枝を1本通しまして、でそこに見えるかな、小さなシルバーの夜間を通しています。これでね、お湯を沸かしているという設定なんですけれども、そもそもこの枝がね、支えの枝が燃えてしまうんじゃないかとか、枝から夜間を、取り外すのがすごく大変そうとか、そういうツッコミは皆さんの心の中だけで止めておいていただきたいと思います。ちょっとツッコミどころ満載の設定なんですけれども、自分でも。はい、でこの小さな可愛い夜間は
ミニチュアドールハウスのミニキッチンを作った時に手作りしたかわいいかわいいシルバーの夜間です。はい、でここの焚き火の前にですね、ウッドスライスという、 こう木をね、輪切りにしたものを2つ用意しまして、ここにドールを座らせて、クッションというかちょっと座れる椅子代わりというか、そういう表現をしようと思ってウッドスライスを配置しています。明かりをつけるとこんな感じになりまして、焚き火がね燃えているっていうね感じ、よく表現できていると思います。実際にドールを配置しているのがこの写真なんですけれども、このカオちゃんとクリスダ君が飲んでいる、マグカップは、これもミニチュアキッチンを使った時に少し資材が余ったので、ステンレス製のマグカップということで、自分で作りました。中にはアクリル絵の具の茶色とボンドを、混ぜたものを入れて紅茶の表現をしています。やっぱりね、外で飲む飲み物を入れるのはこうステンレス製のカップがいいなって思って、ミニキッチンを作っている時からこういうシーンがね撮れたらいいなと思って、冒頭のスケッチを描きました。はい、そして、こちらの13作品目の、粘土作品でシーズン1は最終回となります。最終回にこういったとてもピースフルで穏やかなシーンの作品を作れてとても良かったなと思っています。最初からの作品をYouTube で見てくださった皆さんや Twitter で絡んできてくださった皆さん、本当に本当にどうもありがとうございました。またね、粘土作品もシーズン2が撮れるように精進していきたいと思います。本当にどうもありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。